暑いな、結構な。いや、暑いっすね。これお前の地元だろ。これ俺の地元で一番ヤバいとこっすね。これが一番ヤバいな。あ、ここはヤバいっすよ。もう今日はなんか僕、嫌な予感するんですよ、兄貴。なんで？いや、なんかね、波乱の予感。大阪濃いっすからね、キャラが。他のとこはあれでしょう、なんか上げて上げてじゃないですか。あいつら大阪は何もせんでも実は分かってないね。はい、キャラヤバいから。クリオのメッカも大阪だからね。あ、そうですよ。知らん。はい、行きましょうか。やっぱりいかつくて強いだけじゃ求めてないじゃん。あ、そうですね。ちゃんとその演じれて、だから地区対抗戦の後もこう、だから俺たちのアシストなしに朝倉海チャンネルとかの裏側に出ても面白いスイートレイヤーって。しっかり喋りもできんとダメですね。米男とか十人力みたいな逸材を探さないと。外国人多いですよ。こんなとこ観光ですしかいないんじゃないの。喧嘩自慢しかダメだよ。喧嘩自慢って感じじゃないの。ダメだよ、喧嘩自慢探してるんだよ今よ。お、マジで？な、階級は何キロ？58なんですけど、撮影開始数分でこうやって来るところに俺は。確かに確かに。男を感じた。地元の僕はあの、まあ、スピードスター言われてて、暴れたら止まらないタイプなんですか。お前いいね、スピードスターって言われてるの。お前面白いな。だからなんか、そういう血の気あること大好きで。あ、強そうじゃん。喧嘩自慢、ちょっと来てよ、喧嘩自慢。そう、石川県なんですけど。あ、大阪在住じゃ、大阪出身じゃないとな。違うんや、今。そうなんですよ。なんか、ブレーキングダウン興味ないですか。ブレーキングダウン。喧嘩自信あるみたいな。いけそうだよね。喧嘩自信しかないっすね。おー、来た。俺、ここの人間じゃないっすか。あ、大阪じゃない。自分で来てね。あ、そうなの、大阪じゃないの。そう、大阪。ほんなんあかんわ。そっか、大阪じゃない。あ、大阪じゃないの。いや、僕、愛知から来たんですよ。あ、大阪じゃないの。はい、大阪じゃないです。ブレーキングダウン興味ないですか。ブレーキングダウン、いいですね。今日3時からその集まりがあるんだけど来れない。どこであるんですか。西成の山根道場。西成ですか。いや、行きたいな、行きたいな。15時来れるって。お、めちゃくちゃ強そうじゃない。絶対強いよ。一回やり取りして住所と。めちゃめちゃいじめた。え大阪の方来へん。喧嘩自慢興味ある。ブレーキングダウン、ね、大阪対抗戦5人今日決めるんだけど、はい、出る。オッケーオッケー。じゃあ3時にお願いします。もう静かやったらスパーリングまでも行かれへんから。そうそうそう、しっかりちょっと最初ちょっと観光客ばっかり無理かなと思ったけど、はいはい、真面目に協力的だったね。いや本当ですよ、時間がやっぱりこう、うん、過ぎていけば行くだけ人増えてきて。そうだな。でもまあでも本ちゃんのやつらは全部僕集めてるんで、うん、DM 来たやつらは。実はここから結構本当色濃いやつら集まるから。でもあの僕正直な話、一番初めの初、そうっす、あいつは良かった、あいつは良かったっすよ、うん、やっぱりこう僕ら声かけなんでもあれ来たんで、だから楽しみですよ結局、うん、そうだね、はい、暗黒、そうそう、暗黒面な感じしますよ。うわ久しぶり。おお、そうそう、10年ぶりぐらい。10年ぶり。マジ久しぶり。ノコもノコは食べてる。今日はそうそう、今日ありがとう。サッピン西成と、おなじみのエドポルキン。サッピン西成はもう大阪じゃ本当の顔で、近くのレジェンド。その昔ね、俺らとちょっと街中で喧嘩したこともあったんだけど、まあ、そっからの出会いということで。懐かしいね。見ててヒヤヒヤしますわ、俺らがヒヤヒヤしますなんか。横浜と他の横浜と九州と俺喋ってんだ。大阪が絶対一番なんだっていうの分からせないといけない。頼むよ。いや言ってんのかい。当たり前。順番とか決めて一人ずつ、じゃあこっちからやるよりも自発的に
俺の話聞いてくれって感じで。じゃあバンタムで、俺が絶対選抜で選ばれるべきだ。俺こそが。じゃあそれをちょっと。中村智也。何やねん、どうした？俺か。中村。俺も熊と戦ってさ。何の話しろ、お前。帰るよ、エナ。殺すぞ。帰るよ、お前。帰るよ。帰るよ、お前。いいですね。じゃあリング上がるよ、じゃあ。じゃあ今更やめろ。早しろよ。お前じゃあ上がるよ、お前。落ち着け、落ち着け。お前ら、お前ら、そのままで来てくれ。名前。水木って言います。お願いします。水木って言います。お願いします。お前、何キロだっけ？58です。さっきやらしくって街中乗るのも来たやつだろ。そうですね、はい。町田さんの飛び込みで。水木と、いや、これはほんまやめてください。ほんま思んないです、これ。ほんまに思んないです、これは。君のこっちだね。はい、はい。次、トモンガン。ショーマン。はい、はい。はい、僕も今、今年19歳で、多分この中やった最年少だった。多分、募集ばっかやけど。全員見てた。動けやろ。こういう前の赤だるまみたいなやつが準備に行くから一緒に行ってることすら助かってくるんですけど、こういう場に来んなと思ってくる。こういう場所がいいんで。10年前に近く通りに1、2000くらい来たくらいですね。あと通りに行けバチバチの打ち合いしてないやりますよ。次シェン、シェンロ、はい、シェンロ、まあ、ブレイキングダウンとか、まあ、正直こう不良の延長線上やと思ってて、俺がちょっと大阪代表としてちょっと誰か気合い入ってるやつとちょっとやりたいなと思ってて、喧嘩できるほんまの不良やってるやつとちょっとやりたいな思ってんねんけどさ、誰かちょっとおらん、ほんまに。なえやりたい、やりたい、やったね、やんねんな、シェンロ、やんねんな、シェンロ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 、おしゃれです。おい、これや。どけ、これ。どけ。痛い、痛い、痛い、痛い。痛い、痛い、痛い。黙って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 。知らんやん、誰か。誰が。もうやるんか、やるんか。やるって。やるんか、やるんか。運営が座れ。一回座って。座れって言うて。座れ、言うとるやん。あなた。はい。まだ一回目やってないでしょ。まだ一回も呼ばれてないから。呼ばれてない。ヒロボケ野郎の一味。お前じゃ、お前これ一味だか。一味だよ。お名前は。ヒロボケ金海亮太と申します。金海亮太です。もうっていうか金海、はい、やったら俺以外いらんよ。お前、どうすんねん、これ。おい、誰にも言うとんねん、これ。お前、あと、お前、お前、シェンロ、一回座ろっか。お前、シェンロと、シェンロと金海でやらしてるから。こいつ、こいつ、こいつ、開きのこと、これやるよ。シェンロと、これ、長かったよ。金海とシェンロ、やらしてるから。シェンロ、やらしてるから。どうだったよ。1位、10円。おい、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 花ゾンビ、花やりはまず残ってる。水木、花やりなきゃ。よし、はい、頑張ります。時間はどうです。あ、ティーンファイトを続けて、フリーファイトで。チェノロンです。どつき合い見せます。男見せます。金海亮太です。チェノロンに勝ってドラゴンボールで夢叶えさせてもらいます。なんでも、どつきよ。バチバチいきます。確かにバチバチに殴り合い。なーにも
花火、うん、ウリダさん大変です。おう、どうした。道頓堀の橋で見つけた中村、あいつだろ、逃亡しました。どこ行った。あいつ気づいたら、スパースルーって言ってた。はい、めっちゃ言ってたんですけど逃亡しました。いてないです。マジでいない。本当に、はい、完全逃亡です。なので、あの相手かわいそうじゃん、一人になっちゃう。あ、そうなんです。水木の代わりとやる、その中村の代わりに一人代打、代打で出てくれるんで。あ、了解です。ありがとうございます。はい、ここに入って、ここに入って、はい、入れ、はい、入れ、いけるよ、はい、入れ、はい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 、聞いたり見る、はい、話して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 、話して、いけ、バンタムからは、シェンロン、あ、俺がシェンロンじゃこれ。あ、横浜とかお前、九州とかお前くんな、絶対負けへんし、こっち大阪代表で出てんねんこれ。そんなカスでしょ、北九州、横浜、北関東でしょ。そんなもう相手ならへんすよ。大阪が一番に決まってるでしょ。はい、清水達司です。まあ、お父さんがビーバップハイスクールの加藤博史役で出た清水幸次郎なんですけど、まあ、体が悪くて、まあ、ちょっとそうです、ちょっと体が悪いんで、ちょっと僕が、まあ、ブレイキングダウンで有名になって、でちょっと親を助けてあげようかな。普段悪役俳優やってます龍二です。とにかく代表に選ばれるのを目標に来とるんで、喧嘩するよりも代表です。鈴木、そうです。村田さん。はい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 。ドクター、肩、いや、これフェザー、実を言うと、バンタムの中でどうしても決めかねる、選手がいて、で次のフェザーもじっくり見させてもらったんだけど、花、強さ、アグレッシブさとかを考慮しても、その決めかねたもう一人の方が良かったなってことで、うん、フェザーの中から選ばずにバンタムがフェザーに上げて出ることになりました。リキ、全員ぶっ倒します。いきます。さあ、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 もう大阪が一番しか頭入ってないんで、もう時間中にもないんで、大阪魂にしちゃおうかな。チェキライト行きます。西岡、すいません、自分から行かせてもらっていいですか。あ、ちょっと待って、自分大輔って言います。ライト大輔、はい、大輔です。はい、自分ちょっとあの人生会に来てるんで、どうせ大阪から一人選ぶんやったら自分選んでください。もう気合しかないんですよ、気合入ってます。もっと気合にしてくれよ。俺行くので、フロヤットで俺よそと戦いに行くんやって、俺連れて行かんかい。行くの？おう、いいね。俺行くので、フロヤットね。行くので、フロヤット、よそ行くんやって、俺連れて行かんかい。いいね。ヤギです、ヤギケイトです。昔からビジネスでも喧嘩でもなんかごちゃごちゃ自分のこと大きく見せるやつがめっちゃくちゃくて、そういうやつ今日ねじ伏せに来ます。お願いします。後ろの大輔のあの、行くのの不良。あ、いいです。これやりましょう。せっかくやし。お願いします。次、ゴースケ。俺じゃ、俺。3つけろや、3。おい。おい、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 お
大阪から来ました、パッと見弱いやつしかおらん、絶対僕が一番強いのは言い切れるんですよ。でまあ誰でもいいんですけど、まあ、この辺ぐらいが一番楽そうなんで、まあ終わってしまいでいいんですけど。俺も早いやつ、俺も早い。来い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 。うわ、昨日は全然取らんわ。この辺サクッと芝居でいいですけど、やってくる。うん、ゼロ強いな、お前 100% 強いけど、こいつには実力見せられへんす、弱すぎて。あれ、ゴースケそのレベル、ジロー。何を攻撃でそんな言うんだろう。まあやる、弱そうやな、お前とやる。自分ちょっと、人生買いに来てるんで、こういうやつ、今日練り伏せに来ます。これやりましょう、せっかく。お願いします。おー、今早いやつ、俺も早い。来い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 。うわ、もう将来言わないようになるから、大阪代表になるから。ケイトです、スターになります。はい、ナイス。あ、そう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 、ほい、ナイス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 、そう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 、ごめんごめんごめん。やったりますわ。ゴースケです。最後の試合します。彼はね、問答無用でこのブレイキングダウン地区対抗戦の、まあ、求めているものというか、一番このブレイキングダウンの趣旨、地区対抗戦喧嘩島の趣旨に合っている男だということで、大輔になりました。今までちょっとろくでもないことは人生やったんで、ちょっと人生変えようかなと思って、はい、来ました。俺大阪代表やから、はい、他の地域には負けへんから。はい、誰でもいいんですけど、まあ、戦いたいです、ね、別になんか特に何もないし、誰でもいいです。なんかちょっといいな、マサダレクな雰囲気ある、雰囲気ありますね。 DJ 翔太です。今日は一番盛り上がる試合をしたいと思います。一番気合いの入ったやつを組んでください。セキュリティやってます。最近ダメなやつ多いんで、自分は体張ってんですけど、もう見せようかな。今日来ました。平方市から来ました、剛です。となかなかそういうのもあれなんですけども、喧嘩は僕負けたことないんで、対マンだったら負けたことないんで、その自信だけで来させてもらったんですけど、なんか全然格闘技やってましたとか、もう僕喧嘩だけで来てるんで。シモミシュランと UJ ショートのやつここ、スパリー平方と剛、剛、剛、まあもう決まってる。平方と剛、剛、センター全国空気あります。大阪の喧嘩場は見せます。いけ！
頑張ります。俺が代表じゃ。ほい。ちょっと嫌なもんで。実はミドルで、もうどうしてもコーチつけがたい選手がいたから、その2人にもう一回やってもらえないかって、サップが交渉したところやってくれってことなんで、そのもう2戦目をやってくれるこの勝者がミドルの選手、ミドルの選抜になると思います。あと一つなんで頑張ります、決めてまいります。はい、喧嘩で勝てると、まあ、思ってどこどこで一番どこどこで一番聞いて、まあ、みんなやってるでしょうけど、まあ、そこに俺がおらなかったからね。少ないですね、サービス少ないな、これお前らとりあえず花ないから、だからもうそれで戦いずっと見してくれ。わかりました。おー、来た。おー、来た。そうやつの通り。おー、来たんかい。おー、さあ、お前出る気だったか。出る気だったんか。お前さ、ああ俺が知ってるよ、お前簡単でロッチじゃないのお前。ほな、できてん。フリアさん、うん、今回まあ、大阪、チーム大阪ってことで絶対に負けさすわけにいかないんですよ。協力してくれ。ヘビー級で最高の逃げ用意してるんで。うわ、ほんまかよ、お前。大したどんなやつ取れてくんねん、お前。お前、俺が言うと間違いないから信じみる、お前。今、今来てんの。いや、今日は呼んでない。今来てない。今日呼んでない。とりあえず、まあ、でもここの試合見てもらってもらってもいいんで、あとでそのヘビーの俺たちも入る。はい。でそのヘビーの戦いも見せてもらって。わかりました。おもろい。お願いします。おもろい。お願いします。なんか今ダルビッシュ翔君の方から一人俺らに紹介したいっていうらしい。じゃあ君たちかその中で俺たちにじゃあ検討する。 OK です。 OK です。了解します。もうあの後ろから何ならないスポーツを出して。お前の気合見せろよ。はい、お前らどつき合えよ。1分しかないでいいからな。ほい。無差別に関してはちょっとね、あの戦いだけで決めるのがちょっとどうなのかなってことで協議した結果、ダルビッシュ翔がどうしても推薦したいって言ってるヘビーも控えてるんで、その男とさっきのごちゃまんやった彼らの中で、まあ、誰が一番、この選手にふさわしいのかなっていうのを運営と俺らで
決めるんで後日決まったら連絡すると思います。なんで今この中ではヘビーがまだミスター X 誰になるかわからないよという状況です。ヘビー以外はこの4人、この4人プラス後で決まったヘビーの5人で、勝ちに行きます。そういう感じで長い一日本当に、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブ、喧嘩自慢最強決定戦の裏側を配信。すげえな、マジ強いな。もう何時だよお前。喧嘩自慢最強決定戦を一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。詳しくは概要欄からお気軽にお問い合わせください。